ポーラ・プレンティスはアメリカ合衆国テキサス州サンアントニオ出身の映画女優。イタリア移民2世として1939年にテキサス州のサンアントニオにて生まれる。子供の頃から背が高かった。1958年にノースウェスタン大学のミスコンテストで優勝するまでは弁護士を志望していた。コンテストでの優勝をきっかけに MGM と契約し、ボーイ・ハンと 男性の好きなスポーツなどで独特のキャラクターを確立したことで有名。1961年のデビューはもない頃、俳優のリチャード・ベンジャミンと結婚して、二次を設けている。身長176センチメートルと長身のポーラは、同じく長身のジム・ハットンとコンビを組んで、1961年に制作された多くのラブコメディ映画に出演したために、電信柱コンビと呼ばれて、 人気を博した。1967年に夫のリチャードと共演した CBS のテレビ番組 HE&C は今では非常に宣伝されたコメディとして評価されている。ことに初期の作品においてはインテリ風でありながらかなり頭のネジが緩んだような女性を演じ独特の早口で共演の男優を引っ張り回すような自由活発な キャラクターは70年代以前には珍しく強烈な個性を放っていた。コメディ系の映画に多数出演しており、男性の好きなスポーツなどのヒット作を除いて、その多くが当時はそこまで評価が高くなかったが、現在では評価の上がった作品もある。ありがとうございます。